休憩前に引き続き会議を開きます。質疑を続行します。26番服部克弘君。はい、お待たせしました。無所属クラブを代表し7項目について質問します。最初に子孫に借金のツケを回さないために借金財政からの脱却について、財政部長にお尋ねします。おかしいことがまかり通る国民不在の政治、役所の常識は市民の非常識とも言われているが、前例がないからといって良いことでも率先してやろうとしない、問題があっても先送りし解決しようとしない、社会保障費の増大、公共事業をばらまき、無駄遣いを繰り返し失敗しても誰も責任を取らない無責任行政、その結果日本国の借金は積もり積もってついに1000兆円を超えました。2015年度末1035兆円、国民一人当たりに換算しますと約860万円にもなります。今や日本は借金大国で財政破綻の危機にあります。しかし国の将来を憂い日本国の借金を減らすことを真剣に考えている国会議員はいるのだろうかと考えざるを得ません。国民からの貴重な税金を使って公共事業をばらまき、選挙対策を考えるような政党や国会議員はいらないと考えます。日本国の将来をどのようにするか今こそ真剣に考えないと日本国は倒産し、多くの国民は路頭に迷うことになりかねません。一方全国の地方自治体もほとんどが膨大な財政赤字を抱えております。ちなみに岐阜県は約1兆4578億円もの借金を抱えて厳しい財政状態にあります。梶原拓知事時代の箱物建設、公共事業のばらまきなど膨れ上がった借金のツケは岐阜県民の負担となって重くのしかかっているところであります。ところで岐阜市の借金市債はどれだけあるのか。平成25年度末残高は一般会計が1329億円、特別会計が50億円、企業会計が1189億円、合計で2568億円となっております。他都市と比べても交際費比率は高くないと言っておりますが、年間約45億円もの利子を払うような借金をしている現状は、市民目線から見れば決して健全財政とは言えないと思うわけであります。また細井市長は昨年26年2月の市長選挙を前に岐阜市の一般会計の市債残高を約500億円減らしたと吹聴しておられましたが、一方で細井市長就任1年前の平成13年度に5億円であった臨時財政対策債、これは借金でありますが、これは平成26年度末には563億円、実に112倍に増える見込みであります。これについて細井市長は公言せず、この事実をほとんど岐阜市民はご存じないようであります。減った借金のことは宣伝し、増えた借金のことは黙して語らず、これでは市民の誤解を招きかねません。都合の良いことも悪いことも正直に市民に公表すべきであると思います。市政の現状について正直に情報公開し、市民に現状を知ってもらい、山積する行政課題に真摯に取り組むことが重要であると思います。12年前の平成14年度2710億円あった借金は12年間で約144億円しか減っておりません。年間に、
割りますと12億円減ということであります。このペースでですね、義務市の借金を仮にゼロにするには単純に計算しても200年以上かかることになろうかと思います。いずれにしても義務市の借金財政の体質は相変わらずで、借金は減っておりません。子孫に借金の付けを回さない、子孫に借金の付けを回さない、このためにも借金を減らし市民負担を軽減するために、国も地方自治体も増税に頼らず税金の無駄遣いをカットするために、さらに大胆な行財政改革を断行しなければなりません。そこで融資の借金を減らして借金財政を脱却するために、どのような対策を考えておられるか財政部長にお尋ねします。続きまして、視聴者建設などの箱物建設と市民の負担について、財政部長並びに行政部長にお尋ねをいたします。岐阜市司町のメディアコスマス市立図書館に続き、細江市長は視聴者の移転、さらには高島屋南地区の再開発ビルの3、4階のフロアの購入を表明し、箱物行政推進に躍起になっておられます。これらの事業費はメディアコスモスが用地費を含めて約105億円、視聴者関係が約200億円、高島屋南の再開発ビルの購入費については明らかにされておりませんが、おおよそ20億円ぐらいになると見込まれております。この箱物3事業の総事業費は総計で300数十億円にかかる見込みであります。この金額を41万市民1人当たりに換算すると約8万5千の負担となろうかと思います。ここで視聴者移転建設について経緯を検証してみますと、平成25年の10月1日に岐阜市視聴者の在り方検討委員会、委員15名を設置、委員会は駆け足で6回開催し、延べ11時間よという短い審議をしただけで、26年7月30日に岐阜市庁舎建設を進める内容の答申を細江市長に提出、これを受けて岐阜市は昨年12月定例市議会へ岐阜市司町に市庁舎を新築移転する条例案を提出し可決をされました。これに先駆け同年8月20日から9月3日にかけて市内11カ所で住民説明会を開催しましたが、出席者は延べ238名と少なく、市民の関心は低く、建設に向けて熱くなっておられる細江市長と市民の思い、民意は乖離していて温度差を感じざるを得ません。これで市民の意見を聞きましたということにはならないと思います。駆け込みでゴールを決めて視聴者建設を進める細江市長の拙速な箱物行政推進政策を危惧する次第であります。私は将来視聴者を建てることを否定はいたしませんが、今急いで建て替えなければならないというものではないと思うわけであります。視聴者建設は100年の体系に立ってじっくりと時間をかけて十分な議論をし、多くの市民の意見を聞いて、建設場所、建築の規模などについて市民の合意を得て進めるべき事業であると考えます。ところで、初めに建設ありきで移転先を決めて現市庁舎の跡地利用や他の公共施設の配置計画などの議論すらしていないままで、ひたすら新庁舎建設に進んでいる。今視聴者を建設する前にやらなければならない行政課題は山積していると思います。市民の声を無視して強行に200億円以上もの拒否を投じて建設することは市民感情としても好ましくありません。市民合意を得て慎重に進めるべきであると考えます。ちなみに
有権庁舎はですね、有志庁舎と同じ昭和41年に完成しておりますが、古田一知事は県庁舎の整備は7年から10年かけて進める、忌憚のない意見をお願いしたいと、県庁舎の整備計画の検討委員会の挨拶で述べておられます。まあ、このように市庁舎の建設もじっくりと腰を据えて時間をかけて取り組むべき大きな事業ではないでしょうか。そこでメディアコスモス、市庁舎建設、高島屋南再開発ビル購入の箱物3事業について以下4点の質問をいたします。まず第1は、それぞれの今申し上げましたそれぞれの建物についての維持管理費の見込み額はどれほどであるか。2、視聴者建設について予定では20階建て面積4万1000平方メートル工事費約200億円と言われておりますが、その根拠についてお尋ねをいたします。3、有志の将来人口減少等を考えると、規模が大きすぎると思いますが、いかがお考えでしょうか。4、箱物建設による重い市民の負担についてどのように考えておられるか、それぞれについて、財政部長並びに、行政部長にお尋ねをいたします。次に、外郭団体の問題点について行政部長と財政部長にお尋ねします。現在有志には特殊法人1、特別法人1、公益財団法人4、公益社団法人1、一般社団法人4、社会福祉法人2の合計13の外郭団体があります。これらの団体運営については市民目線からは不透明な部分が多く見受けられます。例えば市職員 OB の天下り指定席になっている、あるいは市からの補助金負担金委託料等が多く支出されている、設置目的、事業内容、費用対効果がはっきりしない等々のいろいろな問題が指摘されているところであります。まあ、こうした点について平成26年度有志包括外部監査報告書において有志包括外部監査人の弁護士の柴秀則さんが多岐にわたり詳しく述べ報告をされておるところであります。そこでこの報告書において指摘されている問題点について今後どのような改善策を考えておられるかお尋ねをいたします。まず、外郭団体の人的関与について述べておられますが、これら団体への市職員退職者の再就職状況は平成26年度現在総計71名となっております。現職職員と職員 OB が外郭団体の職員、役員、評議員などとしてすべての外郭団体で人的に関与しているわけであります。これについては手続きが不透明であると指摘されておりますが、そこで職員採用や派遣について手続きの透明性を高めるためにどのような今後改善策を考えておられるか。2番目に、財政支出についてであります。平成25年度市は外部、や外郭団体に対し指定管理料、委託料、補助金、負担金等で合計約26億円を支出しております。これについて市は費用対効果、支出額の削減等についてどのような検証チェックをしておられるかお尋ねをいたします。3番目に、指定管理についてであります。平成25年度市の指定管理施設100施設中、51施設で外郭団体が指定管理者、2施設は外郭団体が構成員となるコンソーシアムが指定管理者、指定管理料として年間約
17億3500万円が支払われております。これらは地方自治法の改正により公の施設の管理を民間業者にまで広げるということで制度として導入されます。これによって外部監査人が導入から公募・非公募・一括募集、選定・評価委員会モニタリングまで一連の流れを検証したところ改善の必要があると指摘されております。これについて今後どのような見直しをされるのかお尋ねをいたします。さらに委託契約についてであります。平成25年度の委託料の支出は9団体で約5億4000万円、すべてが随意契約となっております。この随意契約の該当理由、契約規則などに問題があるというのとの指摘がございます。これについてどのような手続き改善策を考えておられるかお尋ねをいたします。次に職員の実施問題について行政部長にお尋ねします。この問題につきまして私は以前にも本議場で質問しましたが、残念ながらその後においても犠牲者が発生いたしております。そこで平成10年から16年度において現職の岐阜市職員の死亡理由が明らかでない実施したと思われる退職者は16名ございます。性別はいずれも男性で、年齢は23歳から57歳となっております。役職はいろいろあるわけでありますが、16年で16人ということは年間1人ぐらいの犠牲者が出ておるということであります。平均年齢は約 44.1歳になっております。前途優位な職員がなぜ悲惨な死を遂げられたのか、その心中を思うと心が痛みます。亡くなられた職員の皆さんの冥福を祈り、心からお悔やみを申し上げたいと思います。ここで毎年のようになぜこうした痛ましいことが発生しているのか、辛いことではありますが目を背けず原因を究明し、今後かようなことが発生しないような再発防止策を講じなければならないと思います。そこでこうした事故についてどのように受け止められておられるか、また原因についてどのような検証をされたか、3、今後の防止対策について、例えば職場環境の改善、パワハラ防止に向けての対策等についてどのような対策を考えておられるか、二度とこうした悲惨な事故がないことを願いつつ行政部長にお尋ねをいたしたいと思います。続きまして偏った議会選出監査委員の任命について市長にお尋ねします。地方自治体の決算や業務内容について監査する部署が全国の都道府県や市区町村に設置されております。岐阜市では岐阜市南庁舎内に監査委員事務局があり、9人の職員が業務に携わっております。これを司る監査委員は条例で4名と定められておりますが、このうち2名が市会議員から選出されます。この委員の任命は市長が行い、人事案件議案として議会に提出されて承認を受けるというわけであります。ところがこの委員の人選が偏っていて不透明であり、議会対策丸見えの人事となっていることは否めないと思います。
背景には役所の決算や事業内容について厳しく監査されることを嫌う行政側が行政の立場を擁護してくれる会派の議員を任命しているのではないかと思いますが、いかがでしょうか。このことは例えば共産党に所属している議員を過去に一度も任命していないことや、私どものように行政を厳しくチェックする議員を排除して任命していないことでも明らかではないかと考えます。かような偏った議会選出監査委員の任命方法は民間法人会社ならまだしも年間3160億円もの税金の使途を監視する融資の公開系では好ましくないと考えます。しかし偏った市長の議会選出監査委員の任命姿勢は長い間変わっておりません。こうした不透明な融資の監査委員の任命方法は早急に改めるべきであると思います。言うまでもなく市の監査制度は役所の立場を擁護する制度ではありません。行政が公正公平に業務を執行しているかどうかを正しくチェックする制度であります。この趣旨に沿って形骸化した現行の監査制度を改革する必要があると思います。よって議会選出委員の偏った任命について今後改める意思はあるか否か理屈はいりません。市長にイエスノーではっきり答弁を求めたいと思います。続きまして独居高齢者への対応について福祉部長にお尋ねします。老老介護、老人介護、あるいは認認介護、こういう言葉が最近よく聞かれます。すなわち老人が老人を介護する問題、あるいは老人の方が認知症の方を介護する、まあ、夫婦間の間ですが、あるいは認知症同士が認知症の方を介護すると、そういうようなことから出た言葉ではないかと思います。まあそのさらに先に行きますと独居の方はまた将来は施設入所、病院入院、あるいは孤独死といったことが大きな社会問題となっております。また、独居の方が亡くなられますと空き家、さらには空き地というものが増えております、増加しております。少子高齢化、各家族化社会を迎えて独居高齢者が増加し、さらに空き家空き地が増えております。空き家は全国で820万戸あると言われております。今後もますます増えていく状況になり、独居高齢者と空き家空き地の問題は大きな行政課題となっております。独居高齢者が抱える問題としては防犯防災対策、通院の足の確保、買い物の足の確保、あるいは、まあ、自治会の役についてやりたくてもできないといった問題もあります。そして健康上の不安とか経済的な不安等々、独居高齢者が抱える問題は多岐にわたっております。まあ、それゆえに高齢者が安心安全に暮らすことのできる社会の実現のために行政の一層の努力が求められるわけであります。そこで独居高齢者の生活の向上と安心安全に暮らすための行政施策の充実に向けてどのような取り組みを考えておられるか、福祉部長にお尋ねいたします。最後に平成27年度予算に関連して財政部長にお尋ねいたします。平成27年度当初予算、一般会計当初予算を見ますと歳入が1市税から22の市歳までありますが、歳入合計
1568億6000万円ですね。そして22の歳、そのうちの私債は118億9420万円、構成比率が 7.6% となっております。一方、歳出は1の議会から13の予備費までで、歳出合計は1568億、先ほど同じですが6000万円、そしてこの中の11、交際費は146億7124万8000円、構成費比率が 9.3% となっております。まあ、今申し上げましたように、借金を返すために借金をするという予算編成になっております。まあ、いろんな見方があるでしょうが、支出に合わせて収入の側分を借金して帳尻を合わせるような感じがいたします。こうした役所の予算編成のあり方は、国も地方自治体も同じような手法、相変わらずであると思います。ところで、牛市長は広報義父、3月15日号で、いずるを制し入りを図る有志平成27年度予算案と言っておられますが、まあ、実態を見ますと、いずるに合わせて入りを図らず借金をした、私にはこんな感じがいたします。いずるに合わせて入りを図らず借金をしたような予算編成になっているのではないでしょうか。こうした予算編成を繰り返していると、いつまでたっても市の借金は減らないし、役所の無駄遣いはなくならないと思います。まあ、先ほども冒頭に申し上げましたように、名前は変わっておりますが、臨時財政対策債、これをよく皆さん借金でないというような感覚を持っていますが、みんな国民市民の税金であります。市がしかるべきところから借りておられる、利子も払わなければならない。ほら、将来返した場合、一定の交付税措置されるという制度ではありますが、借金であることは間違いないわけであります。また一方、先ほどの、市長さんの県政の時も申しましたように、臨時財政対策債でない、いわゆる合併特例債、これを使うと得だとか使わな損だということも言われていますが、これも皆さん、全部すべて市民、国民の税金であります。そういうことをまず念頭に置いていただきたいと思います。例えばですね、まあ、一般家庭で見ますと、まあ、主婦の知恵で、いわゆる収入に合わせて知恵を絞って家計をやりくりしなければ、生活はやっていけないではないわけであります。例えば、主人の給料が低い、生活費に足らんということを言って、借金をして家計をやりくりしていては、生活が成り立ちません。収入が少なくても、収入に合わせて無駄をしないようにして、家計を賄う。これがまさに主婦の知恵ではないでしょうか。数字の単位は違いますが、やはり、支出に合わせて不足分を借金して収支の帳尻を合わせるという役所の予算編成の方法では、国も地方自治体の借金もいつまでたっても減らないし、役所の無駄遣いはなくならないと思うわけであります。歳出の無駄を検証し、思い切ってカットして、収入に見合った支出をして借金をしないような予算編成方針に改めることが大切であると思うわけであります。役所の常識は市民の非常識。役所の赤字体質を改善するには、市民目線の大胆な行財政改革を行い、無駄遣いをなくすことが必要ではないかと思います。そこで、平成27年度の予算編成に際し、借金を減らす観点からどのような
改革を断行し歳出カットに努められたか財政部長にお尋ねをして第1回目の質問といたします。市長細江茂君。はい、議長。ただいまのご質問にお答えをいたします。監査委員の選任につきましては委員から何度もご質問をいただいておりまして何度もご説明をしておりますが、監査委員というのは地方自治法第199条に定められておりまして、監査委員は普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び普通地方公共団体の経営に係る事業の管理を監査するというふうに書いてあります。つまり地方公共団体の行政が適正に行われる上では、書くことができない大変重要な職責を担っているわけであります。さてご質問の監査委員の選任についてでありますが、まず岐阜市監査委員条例第2条におきまして、監査委員定数4人のうち2人を議員から選任するというふうに規定がされております。さらに加えまして、地方自治法の第196条におきまして、この監査委員は議会の同意を得て選任をすると、こういうふうに規定をされているわけであります。よって選任にあたりましては、資質として監査委員としてふさわしいということに加えまして、議会のご同意がいただけるという議員という考えで選任をしているわけであります。財政部長は丹治克之君。ご質問が多岐にわたっており、内容が関連する部分についてはまとめてお答えしたいと思います。またその関係で答弁の順序が前後する部分があるかと思いますので、よろしくお願いいたします。はじめに市の借金を減らすための対策についてのご質問でございます。市が借り入れる資金を市債といいまして、本市は主に建設事業の財源に充てる普通債のほか、議員ご指摘の地方交付税の不足分を補う臨時財政対策債などの借り入れを行ってきております。まず市債の機能と役割、メリットについては、次の3点があると言われております。1点目は財政負担の平準化であります。地債を建設事業の財源とし、計画的に償還していくことで、建設費用の後年度にわたる平準化が可能となります。2点目に、世代間の公平性の確保であります。施設の共用期間を通じて、地債の償還を行うことによりまして、世代間の不公平を緩和することができます。3点目は、地方交付税による財源措置であります。借入金の元利償還にあたり、その一部または全部が、後年度の地方交付税算定において、需要額として参入される債がございます。代表的なものは合併特例債で、元利償還金の 70% が後年度に地方交付税として国から交付される仕組みになっており、こうした地債の活用により、財政負担の軽減を図ることが可能となります。地債にはこのような機能と役割がある一方で、借入金である以上、利息の負担が発生します。そのため、地債の活用にあたりましては、利払いを含めた後年度の負担を考慮する必要があります。借金の残高が少なければ少ないほど、その返済のための将来的な財政負担は小さくなりますので、財政の弾力化が確保されることになります。こうしたことから、本市はこれまでさまざまな行財政改革に取り組む中、普通債残高の縮減に特に意を用いてまいりました。平成26年度末には、ピークであった平成11年度末の1362億円から744億円に縮減できる見込みであります。一方で、臨時財政対策債でありますが、この臨時財政対策債とは、国の地方交付税特別会計の財源不足によりまして、国が地方に交付すべき額の不足分を、地方が肩代わりするものとして、地方公共団体自らが地方債を発行することを可能とするというものであります。
まあ、その国の責務において、その償還費用については、今年度に地方交付税で全額措置されるものであります。この臨時財政対策債制度は、平成13年度に当初3年間の臨時的措置として制度化されました。しかし、それが現在まで延長され、それに伴い地方全体の債務残高が増加を続けているものでございます。この抜本的解決としては、この制度の廃止しかございません。この臨時財政対策債制度を廃止するためには、その原資となる所得税などの誤税、地方交付税の財源の法定率の引き上げなど、地方交付税総額確保のために抜本的対策を講ずることが必要となります。これまで市長も中核市長会、全国市長会などを通じて、この法定率の引き上げなどを要望を続け、こうした状況を受けまして、この平成27年度、国の当初案において、法定率が引き上げることとなったことは、非常に、一歩前進したかなと思うところであります。臨時財政の総額が 1.2 兆円、19% を27年度減となったところでございます。しかし、いまだ財源不足である状況に変わりはありませんので、引き続き、国に対し要望を続けて、いくというところでございます。本市におきましては、この臨時財政対策債においても、平成23年度以降、可能な限り発行の抑制に努めているところであります。いずれにしましても、市債の発行につきましては、今後も引き続き、国からの公正措置のある市債を厳選するなど、財政的に有利な要因に配慮するとともに、中長期的な財政見通しを踏まえまして、年度間の調整を図りながら、各種事業を計画的に進めるなど、この地方債残高に留意して、健全財政の維持に努めてまいりたいと考えております。ちょっと関連いたしますので、平成27年度予算における歳出カット、行財政改革の取り組みについて、先にお答えします。これまで本市においては、職員定数及び給与の適正化や、普通債残高の縮減、民間活力の活用など、さまざまな行財政改革の取り組みを進めてまいりました。平成27年度には、職員定数及び給与の適正化について、定数を前年度から3人減となる、3767人とし、また、嘱託職員課なども合わせて実施してまいります。普通債残高については、何度も述べておりますが、27年度末には716億円となる見込みであり、ピークであった平成11年度末からは 47% を縮減する見込みであります。民間活力の活用につきましては、第二看護専門学校の移管などを実施してまいります。こうした取り組みのほか、本年2月には、今後の業格の道筋を示すため、行財政改革大綱2015とその実施計画である行財政改革プランを策定したところであります。この改革プランにおきましては、一般会計に加え、上下水道、市民病院、中央卸売市場の各企業会計においても、財政規律を堅持するための指標を設定したところであります。今後も引き続き徹底した行財政改革に取り組み、人件費、交際費の圧縮に努め、財政の弾力性を確保してまいりたいと考えております。続きまして、市庁舎建設などの箱物建設と市民の負担について、1点目と4点目の2点についてでございます。1点目、岐阜メディアコスモス等の維持管理経費に関してでございます。まず、岐阜メディアコスモスにつきましては、本年7月18日にオープンを迎える予定となっておりますが、建物は去る2月に引き渡しを受け、現在本市において管理を行っております。従いまして、平成27年度におきましては、1年間の建物等施設費の管理経費と、約8ヶ月の施設の運営経費が必要となっており、人件費や管理委託経費等を合わせて約8億円を見込んでおります。次に、市庁舎につきましては、岐阜市新市庁舎建設基本計画において、市庁舎を建設し、平成33年度から使用する場合に、20年間で約43億円の維持管理経費と謳われており、この基本計画からいたしますと、単純に年換算で約2億円ということになります。最後に、高島屋南地区公共施設についてでありますが、現在導入施設の基本計画案を策定している段階であり、施設や設備等の詳細が決まっておりませんので、維持管理経費をお示しすることはできません。今後、施設の設計の段階から運営コストを縮減できるよう留意し、
また施設の運営には民間の力も最大限に活用するなど、時間に経費の縮減に努めてまいりたいと考えております。続いて2点目、発行物建設による市民負担についてでございます。公共施設の整備にあたりましては、その施設の必要性、市民の皆さんのご意見の把握とともに、建設費や建設後の維持管理経費を含む財政運営の影響についてしっかり検証することが必要であります。こうした検証を十分に行うことで、市民負担の軽減につなげてまいりたいというふうに考えております。最後に外郭団体の問題点について2点のご質問にお答えいたします。1点目の指定管理料等にかかる費用対効果の検証等についてです。まず指定管理料についてでございますが、本市では51施設において外郭団体が単独で指定管理者となっております。この51施設の指定管理者の選定においては、公募により選定したものが17施設、また公募により指定管理者を募集したものの結果として応募が外郭団体1社であったものや、非公募で選定したものが34施設でございます。公募により選定した17施設においては、効率性、効果性、公平性、安全性、貢献性といった大きく5つの観点について指定管理者選定委員会において総合的に評価し、候補者が選定されております。この過程において管理経費縮減の具体的方策は取られているのかといった縮減効果とともに、サービスとコストのバランスは取れているかといった費用対効果についても評価されております。またその他非公募等の34施設における指定管理者の選定においても、応募者の事業計画書を指定管理料の縮減効果や費用対効果を含む効果性や効率性などの観点から指定管理者選定委員会において総合的に評価し、候補者として選定をさせていただいております。こうしたことから指定管理料の縮減効果や費用対効果は十分に検証されているものというふうに認識しております。次に補助金負担金に関してですが、本市におきましては平成15年に外部有識者で構成された岐阜市補助金検討委員会から補助金のあり方についてのご提言をいただき、補助金の見直し基準を策定したところでございます。この補助金の見直し基準に基づき、外郭団体に対する補助金等を含めたすべての補助金等を対象に、各部局において補助金等の評価をした上で、前年度実績の検証を行い、外部委員等からの意見も参考に見直しを実施してまいりました。こうした取り組みにより、本市が外郭団体と位置づけております岐阜市社会福祉事業団に対する補助金の廃止でありますとか、岐阜市シルバー人材センターに対する補助金の縮小などを含め、平成16年度からの12年間で約470件、金額にして約6億9000万の補助金等の見直しを行ってきたところではあります。いずれにいたしましても外郭団体に対する補助金等をはじめ、それぞれの補助金等についてその必要性や公平性、経済性の観点などさまざまな観点から継続して見直しを実施してまいりたいと考えております。外郭団体2点目の指定管理者となっている施設が多いのではないかというご質問でございます。先ほど申し上げましたように、本市では外郭団体が指定管理者となっております51施設において、その外郭団体すべてが外部委員で構成される指定管理者選定委員会において総合的に評価された上で指定管理の候補者とされたものであり、それぞれの施設に最もふさわしい指定管理者として選定されたものと認識しております。これまでも市民福祉活動センターなど5つの施設において指定管理者の選定を非公募から公募に切り替えるなど、より適切な運用に取り組んできたところでありますが、今後におきましても経費の縮減と利用者サービスの向上の両面から引き続き見直しに努めてまいりたいと考えております。行政部長、松野正人君。
大きく3点のご質問にお答えいたします。まず、視聴者建設に関する2点のご質問に合わせてお答えいたします。新視聴者建設基本計画において新庁舎の規模として4万1000平方メートル、事業費として200億円を想定しております。このうち規模につきましては、新庁舎を建設する際に、多くの都市が参考としている総務省の基準を参考に算定するとともに、近年の他都市における新庁舎建設事例との比較により、妥当性を確認したものでございます。事業費につきましては、現段階では新庁舎の形状や高さ、構造、あるいは耐震工法などの詳細が確定していないため、近年の他都市の事例をもとに、検討した工事単価等から仮に試算した概算金額になります。これらは市民の皆さんに事業規模等をご理解していただく上で大変重要であることからお示ししたものでございます。一方、新庁舎の高さにつきましては、建物の管理が北側に位置します岐阜メディアコスモスや憩いにぎわい広場への日照に及ぼす影響に配慮する必要があります。日陰を少なくするため建物の形状を全面的に高くするのではなく、低層部は広く一部分を高くするなどして算定した場合、最大で20階程度になろうという想定をしております。これは仮に算定した結果でありまして、今後設計段階におきまして市民の皆様のご意見を踏まえ、周辺環境との調和などさまざまな要素に配慮しつつ、バランスを図りながら決定していくことになります。以上に述べました新庁舎の延べ床面積、事業費、高さにつきましては、岐阜市庁舎のあり方検討委員会で十分にご審議いただいた結果を踏まえたものであり、またパブリックコメントや市民説明会をはじめ、折々で市民の皆様にご意見をお伺いする中で導き出されたものでございます。以上のような形で、規模の妥当性については確認をしたところでございます。いずれにいたしましても、新庁舎の建設は、岐阜市100年の体系ともいえる大変重要な事業でありますことから、今後、設計作業を進める中におきましては、新庁舎に求められる機能や規模のさらなる精査を行い、将来にわたって市民に親しまれ、愛される新庁舎として参りたいというふうに考えております。次に、外郭団体の問題についての2点のご質問にお答えいたします。外郭団体の人的関与についてのご質問でございます。現在ある13の外郭団体は、それぞれが本市の施策を補完、代替を行う団体であり、行政サービスの向上や多様な市民ニーズに柔軟に対応する役割を担っております。行政の各分野に関わりの深い外郭団体では、その円滑な運営のため、行政経験が豊富な人材を必要とすることがあり、本市に対し団体側から意欲や能力のある退職者を求める要請があった場合に限り、退職者の紹介を行っております。このような要請があった場合には、外郭団体に対して職務遂行上必要となる知識や経験、技能、資格などに加え、団体における役職や勤務条件などを詳細に調査するとともに、一方、本市の退職予定者に対しても、再就職意向調査を実施し、再就職希望の有無、希望する職務内容や勤務形態、保有する資格免許や健康状態などを調査し、在職中の勤務成績を含め、その適格性を判断しております。そして、双方の条件などを把握した上で、退職者の長年培った知識や経験を発揮できる職場として、外郭団体への紹介を行っているところであります。なお、退職者の再就職につきましては、その透明性を高めるため、市民の皆さんの信頼を確保することが必要であります。そのため、平成25年度から、本市における、再雇用だけでなく、外郭団体や民間企業への再就職した課長級以上の職員について、その氏名、退職時の所属や役職、再就職先の団体名などを岐阜市のホームページにおいて公表しております。次に、2点目の
外郭団体の随意契約についてのご質問にお答えいたします。地方自治法では契約は一般競争入札を原則とすると規定されていますが、同法施行令第167条の2の規定により特定のものと契約しなければ契約の目的を達成することができない場合、あるいはシルバー人材センターから役務の提供を受ける契約など一定の政策目的を達成するために必要な場合などにおいては競争の方法によらない随意契約での契約締結も可能となっております。この法の規定を踏まえ、本市では随意契約の適正かつ円滑な運用を確保しつつ、必要以上に随意契約とならないための標準的な解釈や指針を示すものとして岐阜市随意契約ガイドラインを策定しております。市が発注する委託業務の中には、その外郭団体でないと業務の目的を達成することができない場合があり、法の規定に基づき適正に外郭団体と随意契約を締結しております。こうした中、平成26年度の岐阜市包括外部監査報告書では、担当課において締結している外郭団体との契約について、契約規則に規定された契約事務手続きの流れに沿っていない、あるいは随意契約とする理由の記載が不十分である案件が見受けられたことから、手続きの改善を求められたものでございます。従いまして、外郭団体に限らず随意契約を行う場合には、契約規則や市の随意契約ガイドラインに従い、適正な契約事務手続きとなるよう各種研修などを通じまして指導を強化してまいりたいと考えております。職員の自身問題についての3点のご質問にお答えいたします。それぞれのご質問が関係しているためまとめてお答えさせていただきます。本年3月に内閣府が発表した平成26年中における自殺の状況によりますと、平成10年以降毎年約3万人前後の方々が自らたとえ命を絶っております。そしてその原因として約半数が健康問題であり、それに経済生活問題、家庭問題が続き、これらでその原因の約8割を占めております。議員ご指摘のとおり、近年本市の職員について病死や事故死というように死亡原因を明確に断定できない事案が生じており、その都度ご家族や職場の上司同僚のみならず、必要に応じて警察機関にも聞き合わせを行い、その状況の把握に努めております。しかしその原因は自らの疾病や家族の問題、人間関係のトラブルなど多岐にわたり、合わせてこれらが複雑的に絡んでいることがあり、原因を特定することは困難な場合があります。このように原因の把握に努める一方、その防止策として本市では特に職員のメンタルヘルス対策に取り組んでおります。具体的には心の健康相談窓口、心の相談ダイヤルの設置、定期健康診断を通じたきめ細かい面接指導、メンタルヘルス研修の開催など多角的な対策を講じております。また職員が職務のみならず、さまざまな問題や悩みに直面したときは上司や同僚に気楽に相談でき、何でも話し合うことができる職場づくりが大変重要であります。そのためには風通しの良い組織風土の醸成とともに、職場の仲間を温かく思いやることができるよう職員の意識改革にも取り組んでおります。具体的には平成23年度から係長制度を導入し、部下が相談しやすく、お互いが円滑にコミュニケーションを図ることができる体制づくりに努めております。また新規採用職員に対して、先輩職員がマンツーマンで相談や育成にあたる職場先輩制度、実務経験が浅い若手職員に対して契約や会計事務など
専門的な業務の相談窓口となる業務相談員、ハラスメント対策としてハラスメント防止指針の策定やハラスメント研修などをきめ細かく実施しております。このように職員がのびのびと仕事ができるよう、職員の健康管理とともにお互いに支え合い、思いやることができる組織を構築し、不幸な事案が発生しないよう組織として取り組んできたところでございます。しかしながら、自身が発生し自らたっとい命を絶つということは非常に残念なことであり、真摯に受け止めなければならないと考えております。今後はさらにどのような些細なことでも職員が悩みを抱えているような場合には、職場の同僚や上司がそれに気づき積極的に声をかけ合い、会える温かい人間関係を醸成してまいりたいと考えております。福祉部長、服部剛君。独居高齢者への対応に関するご質問にお答えします。高齢者の見守り体制の構築についてでございますけれども、本市における見守り体制としましては、ご近所で新聞が数日間溜まっているなどの異変に気づいたときに通報していただく安否情報ダイヤライン事業、また各地域の民生委員の方にお願いして地域の実情把握をしていただき、心配のある方については愛の一声運動や人体感知センサー、あるいは緊急通報システム、配食による安否確認を実施しております。さらに新年度からは市社会福祉協議会と連携して、地域住民が主体的に誰が誰をどのように見守るかをご近所同士、つまり独居の方も含めて、直接話し合いをしてもらって、日常災害時安心個別支援台帳に記載していただく事業に着手いたします。これらの諸施策により安否確認サービスや通報体制などの整備に努めるとともに、実態がよくわかる顔の見える範囲での見守りができる地域づくりを進めてまいります。26番、服部克良君。はい、それではあまり時間がありませんが、若干の再質問をしたいと思います。まず視聴者の関連ですが、これ十分時間かけてやったというのは、先ほど申し上げましたように6回の会議で延べ11時間、これを僕は十分かけたと言えんと思います。で、前回も聞いたと思うんですが、現地を見られましたかね、どうも見てない。私以前に委員になる前に建築関係の仕事をやってましたけど、やっぱり建物を建てるというのは、その建てる場所のいろんな条件、よく現地見て天候の関係とか、雨が降った時どうやとか、学校が近いとか買い物が近いとか、建てるものも含めて十分検証するんですけど、そういう現地も見ておられないというね。あそこらで分かっとるというのは頭の中ではそれは分かるかも分からないけど、でだから前にも指摘しましたんですが、南側に日陰になるような20階建てを建てる、北側に2階建てのメディアコスモスですね。こんなことはもう建築の常識としてありえないわけです。普通は南側が低い建物で北側が高い、もうこれから言ってもいかに駆け込みでそういうことに熟知してない方が、なんとなしに初めに結論ありきで投資に出された、それしか思いませんね。場所も含めてです。そしてまた4万1000平米、20階建て予算のことも含めて、予算の基準をもとにこういう試算をしたということですが、全く順序が私の逆だと思うんですね。やっぱりいろいろな角度を時間かけて検証して、その上に、将来に頼るような視聴者、まさに100年の体系、
建ててまた50年後に建て直さんならないの、そんなことではない。やっぱり今度建てる場合は少なくとも1世紀100年ぐらい持つようなしっかりした建物を建てる。しかし、大きいものを建てる必要はないと思うんです。大きなものを建てればそれに対して人員配置もあるし、メンテナンス、維持管理費もかかるわけです。将来の牛種の減少の人口の減少を踏まえて、やはりどういうものを建てる規模も予算も全てをやっぱり検証するにはあまりにも拙速すぎるということを僕は申し上げたいと思います。時間がないもので本当はいろいろ議論したいんですが、時間が来ましたので他の方ちょっと指摘できないので残念でありますが、しっかりした議論をしていただきたいということを申し上げて、時間が来ましたので誠に残念でありますが質問を終わります。19番辻典子君。それでは順次質問させていただきます。まず最初に岐阜市における食育事業についてお尋ねをいたします。食育とは平成17年に施行された食育基本法において、食に関する適切な判断力を養い生涯にわたって健全な食生活を実現することにより国民の心身の健康の増進と豊かな人間形成に資することを旨として行わなければならないとされております。私は食育とは単なる料理教育だけではなく、国民一人一人が生涯を通じた健全な食生活の実現、食文化の継承、健康の確保等が図られるよう、食に関するさまざまな知識と食を選択する判断力を身につけることではないかと考えております。以前にもお話をさせていただきましたが、平成23年に小浜市の食のまちづくり課でキッズキッチンの企画から指導までをされている食育政策専門医中田典子さんの研修を受けました。小浜市で取り組まれているキッズキッチンは、子どもたちの自己達成感を高め大きな自信を持たせることや、命の大切さや感謝の気持ちを育むこと、また保護者の皆さんに子どもたちの潜在的な力を再確認していただくことなどを目的に実施をされております。その結果、キッズキッチンに参加した子どもたちの成長していく姿は周囲の大人たちを動かし、さらには家庭における食環境や人間関係までも変化をさせる力があると実感することができました。現在本市では食育の実践的な取り組みである今日からキッチンデビュー事業味わう教室として、保育所保育園幼稚園の幼児を対象にキッズトントン教室を、小学生を対象にキッズ応援隊教室を実施していただいております。さらに小浜市での取り組みを岐阜市の食育事業に反映することができないかとお尋ねしたところ、平成24年度には親子で参加する親子のキッズトントン教室を開催し、その後平成25年度からは名称をファミリーキッチン教室と改めて、家族全体で食育に取り組めるような教室として現在定着をしてきていると伺っております。今後本市において食育を推進していただくには、第2次岐阜市食育推進計画で掲げられている生活習慣病の予防や教食の推進、地産地消および食の教育の推進が必要であると考えます。これらの実現に向けて、食に関わる町内の各部局において、健康増進はもとより、地産地消やスローフードの推進などの取り組みを総合的、また計画的に推進していただかなければならないのではないでしょうか。ここで健康部長に2点お尋ねいたします。食育事業を推進するにあたり、各部局等の連携や、第2次岐阜市食育推進計画の進捗管理等についてどのように取り組まれているのでしょうか。2点目、
今後さらに食育を推進するにあたってどのような事業を展開されるのかをお聞かせください。次に佐木山地区の住居表示についてお尋ねをします。我が国では明治4年、土地の所有者から税金を納めてもらうため土地につけていた番号、すなわち地番を持って長らく慣習的に住居を示す番地としていました。昭和37年5月に住居表示に関する法律が定められて、今までの地番に代わって住まいに番号をつけて住所を表すようになった制度ができました。外区番号と住居番号で示されるこの住居表示により行き先が分かりやすくなり、救急車や消防車など緊急車両の到達がスムーズになって、また郵便や荷物などの遅配や誤配がなくなるなど、市民の日常生活における利便性をもたらすようにもなりました。岐阜市では昭和47年度に住居表示実施計画区域を定め、その面積を約51平方キロメートルとして、昭和48年度から阿久多見北山地区を皮切りに、これまでに計画面積の約 64% を実施しており、今日に至っております。岐阜市佐木山1769-2、この番地に平成27年2月27日現在、住民基本台帳台帳上261世帯531人が住み、不便を訴えている問題が最近テレビで放映をされていました。この地盤は南北約60メートル、東西約500メートルの範囲に及び、1935年、昭和10年頃まで流れていた川の河川敷でしたが、戦後の住宅難解消のため、岐阜市が国から買い、一戸建ての市営住宅を建てて分譲しております。その際に建設を急ぎすぎて、番地変更に手が回らず、広大なままの地盤が残ったものではないかと言われています。地元の自治会連合会によりますと、若水町、古川町など6つの自治会があり、今では地域の3人に1人は65歳以上で、10年ほど前から救急車も消防車もすぐに来ないかもしれないと不安の声が上がり、現佐木山連合会長の乾直美さんが市議会議員であった頃、このことについて何度も議会質問で取り上げていた経緯もあります。岐阜市はこれまで住居表示法に基づいた表示変更を検討するとしていますが、私有地と面する、個人所有地との境界をはっきりさせてから居住表示を実施する方針であったため、実質現時点では難しいとされておりました。しかしながら本年1月、佐木山の住民の皆様と細江市長との意見交換会の場において直接改善要求をされました。ここで市民生活部長にお尋ねをいたします。細江市長からこの度不便の声を多くいただいている、住民の利便性が高まるように努力したいと記者発表がありましたが、住民の不安解消に向け今後どのように取り組まれるのかお聞かせください。次に新オレンジプランに基づく認知症対策について福祉部長にお尋ねをいたします。最初に認知症初期集中支援チームについてであります。国立社会保障人口問題研究所の日本の地域別将来推計人口によりますと、2025年、平成37年における岐阜市の人口は385,577人、65歳以上人口は115,834人で、高齢化率は 30.4%、 そのうち75歳以上人口は7,467人、65歳以上高齢者に占める割合はなんと 68% を予測される中、来年度からは第6期介護保険事業計画、第6期岐阜市高齢者福祉計画の下で、地域包括ケアシステムの構築を視野に入れた介護事業に取り組まれます。また、国でも認知症の当事者やその家族に優しい地域づくりを柱として、認知症の予防や診断治療の体制整備などを盛り込んだ新戦略に基づく施策を
新年度から進めてまいります。その新戦略とは、認知症施策推進総合戦略、いわゆる新オレンジプランで、厚生労働省が13年度から進める認知症施策5カ年計画オレンジプランに代わるものであります。基本的な方針として、認知症の人の意思が尊重され、住み慣れた環境で自分らしく暮らし続けられる社会の実現を目指すと明記し、本人や家族から生活上のニーズを調査して施策に反映させるとともに、地域ぐるみの取り組みとして、認知症で行方不明になる人の発見や保護のため、警察や住民が一体となった見守り体制を全国で整えてまいります。認知症の人が2012年の462万人から25年には700万人になり、割合は65歳高齢者の7人に1人から5人に1人となる推計値を提示し、診療体制を整えるため、2017年度までには認知症の早期診断に必要なかかりつけ医約6万人が受講する計画を示しています。歯科医や薬剤師など幅広い医療従事者にも症状に気づくための研修も実施するとしております。安倍首相は、認知症は誰もが関わる可能性のある身近な病気である。最も早く高齢化が進む我が国こそ、社会全体で取り組まないといけないと指摘をし、省庁横断で認知症の予防や治療に向けた研究・開発を進める方針を示しております。昨年12月、私はある身寄りのない独居の高齢者の方に出会いました。話をしているうちに、認知症が疑われたため、介護保険サービスを受けているかをお聞きしたところ、何をどうしていいかわからないということでした。早速、地域包括センターと連携を取らせていただいて、介護認定調査の申請をすると同時に、病院へお連れして検査を受けたところ、アルツハイマーとの診断を受けました。要介護1の認定がおり、その後、安否確認できる配食サービスの手続き、社会福祉協議会が実施している日常生活自立支援事業の申請をさせていただきました。そして、こうした関わりを通して感じたことは、このような高齢者の方が意外に多くおられるかもしれないということです。ここでお尋ねをいたします。新年度予算の介護事業費に計上されている認知症初期集中支援チームという施策は、今回私がやらせていただいたことを医療従事者を含む専門家チームが行うと理解していいのでしょうか。具体的にどのような支援をされるのかお聞かせください。次に、認知症カフェについてお尋ねいたします。認知症カフェは、認知症の人とその家族、住民、介護のスタッフらが集って、孤立しがちな患者さんとその家族を支え、地域社会から孤立しないようにすることを目的に開催されるもので、医療・介護の専門スタッフも参加をします。岐阜県内では、大手コーヒーチェーン、スターバックスが無料でコーヒーのサービスを行っていることでも有名な、恵那市の笹百合カフェがよく知られております。笹百合カフェの恵那市のホームページを開くと、おいしいコーヒーを飲みながら、認知症や介護についての悩み相談や交流ができます。医療や福祉の専門スタッフがいるので、安心して過ごせます。今回は歌とピアノのコンサートも開催します。連絡先は地域包括支援センターへと書かれていました。機会があれば私も参加してみたいと思っておりますが、このような取り組みが全国的に広がりつつあります。新オレンジプランの4項目目、認知症の人の介護者の負担の軽減の中で、認知症初期支援チーム等による早期診断、早期対応とともに、認知症カフェ等の設置と示されております。本市の認知症カフェの設置はどのようになっていますでしょうか。行政主導の下で取り組みができないものかお聞かせください。次に、今後の防災対策についてお尋ねいたします。東日本大震災から4年が経ちました。震災で亡くなられた方に、改めて心から哀悼の意を表するとともに、いまだ不自由な仮設住宅でお住まいの方々に、心からお見舞いを申し上げます。4年前の3月11日、
津波で全てが流されていく映像を会派控室で見た後、何かをしなければと街に出て歩いていたことを思い出します。また小学校高学年くらいの女の子が、家族の安否がわからない、今まで幸せだったんだなと思いますと淡々と話している姿が忘れられません。今もあの女の子はどうしているのかと時々考えます。議会質問の前日、被災地の病院の外科の先生から、ガーゼも手術用の糸もありません、縫合用の糸もありません、ガソリンの給油は2時間待ちです、でもこれからが戦いですというメールが入り、報道を含め何か手立てがありますようにとの思いを込めて、質問の冒頭でこのメールを紹介させていただきました。災害から大切な命を守るために、自助、共助、公助、この3つの力を高め、災害に強いまちづくりをさらに目指さなければならないことは言うまでもありません。平成22年にデジタル化された防災行政無線は、平成26年、25年度に南庁地域の実態調査を実施していただきました。その結果、本年度から2カ年でさらに屋外顧客を65カ所増設していただきます。また本市では災害時の情報伝達を防災・減災の重要な対策と位置づけて、防災行政無線設備だけではなく、携帯電話による緊急速報メール、ICT 技術を活用した災害情報サービスのほか、さまざまな手段を用いて、私たち市民に迅速に情報を伝達できるよう努めていただいております。情報は命を守ることに直結しております。ここで防災官兼都市防災部長にお尋ねをいたします。1点目、防災行政無線を含めた市民への最新の情報伝達手段の現状をお聞かせください。2点目、現在でも防災行政無線の声が聞こえないというお声があれば、随時調査をされるとは思いますが、屋外顧客を56機増設後、必要に応じてさらなる増設もあり得るのでしょうか。3点目、来年度防災読本作成配布事業として、洪水、内水、地震、土砂などのハザードマップをまとめた冊子を全個配布するとともに、防災読本を作成、配布される予定であります。地域ごとの被害想定を踏まえ、策定されている防災読本をいざというときのために、どのように活用すればいいのでしょうか。またその周知啓発をどのようにされるのかお聞かせください。4点目、障害者の方々への配慮として、岐阜市ホームページに音声読み上げページのデジタルブック作成の提案を防災読本の提案と同時にさせていただいておりますが、どのようになっているでしょうか。最後に、市民病院のさらなる医療環境の整備についてお尋ねをいたします。改築整備事業が完了した岐阜市民病院は、現在地域の中核的な急性期病院として高度な医療や救急医療の提供を担っており、平成23年10月には岐阜県より災害拠点病院の指定も受けました。特にがん治療につきましては、平成17年1月地域がん診療連携拠点病院の認定を受けて以降、緩和医療センターを新設、外来化学療法センターを開設、臓器疾患別センターの拡充、総合的がん診療体制の推進、血液腫瘍センターの新設、がん薬物療法専門医、がん治療認定医、がん性疼痛看護認定看護師、がん化学療法看護認定看護師、がん専門薬剤師などの人材を育成、確保されており、地域医療機関との情報との共有化や、症例検討会の開催などを通じて、がん治療の近点化も進めていただいております。さらには昨年4月に、前立腺、頭頸部、脳の腫瘍、肺の腫瘍に、他の正常な細胞を傷つけない画期的な放射線治療ができる、高精度放射線治療装置を導入し、より一層質の高い専門的ながん治療の提供が可能となりました。また、この装置は IMRT 強度変調放射線治療が可能であります。岐阜市民病院が平成26年度自治体立優良病院の総務大臣賞を受賞しており、富田病院長は、今回の受賞は、
市職員全体の努力によるものと思います。今後も市民の方にとって身近で必要な病院であり続けられるよう頑張っていきたいとコメントしておられ、本市の医療の最後の砦としてますます期待するところであります。現在 ICU に準じた機能を有し、重症患者を受け入れ、患者の体や精神への負担を小さくし、手厚い治療・看護が可能な病床 HCU を来年度整備完了するための実施設計も行われておりますし、新年度予算には PET CT の導入のための予算が計上されております。がん細胞は体に変化が起きてある程度進んでからでないと発見しにくいのが通常ですが、 PET CT は 18FDG という特殊な検査薬でがん細胞に目印をつけ、がんの早期発見、進行度、転移、再発の診断を可能にします。ここで市民病院長にお尋ねいたします。1点目、高精度の放射線治療である IMRT の実施状況について教えてください。2点目、 PET CT 導入に関して専用の部屋の整備が必要なため、これまで実現しなかったのではないかと思われますが、導入に向けての今後の手順を教えてください。3点目、地域がん診療連携拠点病院として急性期の病院、診療連携拠点病院として急性期の病院として大変重要となるのが緩和ケア、緩和医療であります。身体的ケアとともに精神的ケアも含めた総合的緩和医療の現状をお聞かせください。4点目、岐阜市民病院は骨髄バンク施設の移植認定施設になっています。また小児血液腫瘍で有名な先生がいらっしゃることから、小児がんの症例数は県内最多であります。平成24年6月に策定されたがん対策推進基本計画に基づき、全国15カ所に設置された小児がん拠点病院中部エリアは名古屋大学病院が検定、がん拠点病院となっておりますけれども、その連携治療も行っていると思います。特に中核拠点病院の生育医療研究センターとは、法整備されるずっと以前から医療連携されていますが、今後、研究治療のための連携はどのようにされるのでしょうか、お聞かせください。以上で1回目の質問を終わります。健康部長渡辺貴正君。はい、以上。岐阜市における食育事業について2点のご質問にお答えいたします。現在本市では平成25年3月に策定いたしました第2次岐阜市食育推進計画に基づき、食育を総合的かつ計画的に推進しているところでございます。ご質問1点目の各部局との連携及び第2次岐阜市食育推進計画の進捗管理についてでございます。まず各部局との連携でありますが、例えば農林部が実施しております食の体験プログラム実施事業や、福祉部教育委員会が実施しておりますアジア部教室につきましては、それぞれの部局と連携を図るとともに、食生活改善推進や地域活動栄養士会のご協力をいただきながら事業を実施しております。次に、計画の進捗管理でございますが、関係部局で組織する岐阜市食育推進連絡会議では、各部局の取り組み状況や将来の方向性、目標値の達成状況について、情報を共有するとともに進捗状況を確認し事業を推進しております。さらに専門分野の有識者などを委員とする岐阜市教育推進会議では、委員からのご意見を参考に各事業を見直し改善に努めているところでございます。今後も食育推進計画に基づく取り組みが総合的かつ計画的に推進できるよう関係部局と連携を図ってまいります。2点目の今後の食育の事業展開についてでございますが、現在は議員ご案内のとおり、それぞれの世代に応じた事業を実施しておりますが、働く世代である青年期、壮年期は仕事や家庭においても役割が多く、
自分の健康管理をおろそかになりがちになっております。そこで生活習慣病予防や食生活改善につなげるため、平成27年度から体験型栄養教育システムを導入し、成年期層及び壮年期層への正しい食生活普及事業を実施してまいります。このシステムは、相談者が選んだ IC タグを内蔵したフードモデルを専用の機械に載せるだけで、カロリーや栄養価を即時に計算し、食事のバランスを診断できるものでありまして、これまで1時間ほど要していた診断が約5分でできるようになるため、より多くの皆様への栄養相談が可能になります。この事業を実施する上において、成年期層及び壮年期層の方はもちろんのこと、企業などにおいても、働く世代の方の健康管理に取り組んでいただけるよう、啓発に努めてまいります。また、現在実施しております、味わい教室、キズトントン教室等につきましても、開催回数を増やすなど、第2次岐阜市食育推進計画の目標を達成するため、ライフステージに応じた切れ目のない食育を推進してまいります。市民生活部長、島塚秀幸君。三山地区の住居表示に関するご質問にお答えします。議員のご質問にもありましたように、三山の旧市営住宅地区を含む周辺地域は、昭和14年に旧長良フルフル川を締め切った河川敷を、戦後の住宅難を解消するため住宅用地として急いで造成されました土地でありまして、現在も法務局に備えられた登記簿に付随しております構図と現地の状況が大きく異なることから、構図と土地の権利関係の整理には相当の時間を要するものと考えられております。岐阜市では住所から建物の所在を特定できるようにするため、住居表示に関する法律に基づき、町名変更と外区符号、住居番号を用いる住居表示整備事業を実施し、住民基本台帳、いわゆる住民票の変更も行っております。また住居表示実施後は不動産登記規則により新たな町名地盤を法務局が構図と登記簿に記載することとされておりますことから、混乱を招くことがないよう、住居表示後の住所と構図上の位置関係を整理できる地域を優先し実施してきたところでございます。こうした中、先ほど申し上げましたように、当該地区におきましては構図と土地の権利関係の整理に相当な時間を要すると考えられておりますため、その整理とは切り離した住居表示の実施について、住居表示を所管しております総務省、登記を所管しております法務省に確認しましたところ、法律上実施は可能との回答を得たところでございます。住居表示の実施にあたりましては、通常町名変更を伴いますことから、現在この当該地区ではすでに自治会単位で使われ親しまれている複数の通称名の取り扱いなど、さまざまな課題もございますが、地域の皆様の不安解消を最優先とし、住居表示の実施に向け早急に協議を進めてまいりたいと考えております。福祉部長、服部剛君。認知症対策について2点のご質問にお答えします。1点目の認知症初期集中支援チームについてですが、チーム員としましては認知症の専門医と看護師、精神保健福祉士など3名と、さらに認知症地域支援推進員という専任のコーディネーター1名を加えた計4人を、市内で認知症の専門医を置く病院3カ所に配置いたします。
まず市や地域包括支援センターに寄せられた相談のうち、認知症あるいは認知症状の疑いのある方で地域包括支援センターなどの職員では対応が困難な場合にチームへ連絡をします。その後チーム員である看護師などの専門職が地域包括支援センター職員と一緒に自宅などに出向き、症状に応じたアドバイスやケアの方法、生活環境の改善について助言していきます。また専門医のアドバイスのもと、医療や検査、介護サービスなどの利用を検討し、オレンジ手帳を用いて認知症の人の症状の経過、服薬状況、受診予定などの情報をかかりつけ医やケアマネ、介護サービス事業所などに引き継ぎ、日常的に支援ができるようにしていきます。2点目の認知症カフェについてですが、認知症カフェなどに関しましては本年度開催いたしました岐阜市市民福祉創造会議でも取り上げられ、市は認知症カフェや認知症介護者の認知症介護者の集いなどの情報を把握し発信していってほしいとのご意見をいただきました。こうしたことから第6期岐阜市高齢者福祉計画に認知症の人を地域ぐるみで支える体制づくりを施策の一つとして掲げました。現在認知症カフェや認知症介護者の集いは認知症疾患医療センターや認知症の人の人と家族の会、地域包括支援センターなどが市内8カ所で開催しており、案内チラシを介護保険課においても配布しております。今後地域包括支援センターや新年度に配置します認知症地域支援推進を中心に家族や地域の方の意見を集約し、地域の実情に合った認知症カフェなどを推進するための方策について検討を進めてまいります。本日の会議時間はこれを延長します。防災官兼都市防災部長中川俊彦君。今後の防災対策に関する4点のご質問にお答えいたします。災害が発生しまたは発生する恐れがある場合に正確な情報を迅速に市民の皆様に提供することは重要な減災対策の一つでありますことから、本市では情報伝達手段の多重化を図り伝達体制の充実強化に努めているところでございます。1点目の防災行政無線を含めた市民への情報伝達手段の現状についてでございます。本市ではいざというとき迅速かつ的確な避難行動を取っていただけるよう防災行政無線や広報車などの音声による情報伝達のほか、携帯電話への緊急速報メール、災害情報メールの配信、テレビの文字放送などにより情報伝達手段の多重化を図っているところでございます。また今年度からはフェイスブックによる情報提供も開始しており、今後も市民の皆様が情報を入手する機会が少しでも増えるよう努めてまいりたいと考えております。続きまして2点目の防災行政無線屋外顧客の増設についてでございます。本市では平成19年度から3カ年計画で防災行政無線のデジタル化と合わせて屋外顧客を増設し、現在市内415箇所に設置しているところでございます。その後宅地開発やビルの建設などにより放送が聞こえない地域がありましたことから、平成25年度に南庁地域の調査を行い、その結果をもとに平成26年度から2カ年計画で南庁地域解消のため56基の屋外顧客を増設する計画で現在整備を進めているところでございます。これにより防災行政無線の南庁地域の問題は解消するものと考えており、現時点ではこれ以上の屋外顧客の増設は見込んではおりません。しかしながら市民の方から放送が聞こえないなどの声があった場合には、現地調査の上スピーカーの音量や方向の調整、指向性の高いスピーカーへの変更などにより適切に対応してまいりたいと考えております。また屋内にいる場合や気象条件などにより放送が聞き取りにくい場合がありますことから、
従来から防災行政無線で放送した内容を電話で確認できるサービスを行っておりましたが、昨年11月にはさらに市民の皆様に利用していただきやすいよう、新たにこのサービスに通話料無料の回線を追加したところでございます。ぜひとも放送内容の確認のためご利用いただきたいと思っております。続きまして3点目の防災読本の作成配布事業についてでございます。ハザードマップは風水害、地震、土砂災害等の自然災害による被害を予測し、その被害の及ぶ範囲を地図に示し、災害のリスクを見える化したものでございます。また避難場所や避難所などの防災情報も地図上に示しております。しかしながら災害の種類や状況により、災害の際に取るべき防災・減災行動が異なってまいります。避難とは避難所へ行くことが目的ではなく、自らの命を守ることが目的であり、危険が切迫した状況下では自宅の2階以上に避難する垂直避難や、安全を確保できる場所にとどまる退避という避難行動もございます。災害発生時において迅速かつ適切な避難行動により、災害による被害の軽減を図ることができるよう、今までに配布作成した作成配布したハザードマップを地域ごとに統合し、合わせて防災マニュアルなどを冊子化し全国配布いたします。この防災冊子を活用し、各家庭において防災について話し合っていただき、防災意識の向上に役立てていただきたいと考えております。またその周知啓発につきましては、防災教育や出前講座などにこの防災冊子を活用し、防災意識の向上につなげてまいりたいと考えております。最後に4点目の障害者の方々への配慮についてでございます。昨年度議員からご提案いただきました音声読み上げページなどの電子ブック化につきましても、防災冊子と合わせて来年度内に対応してまいりたいと考えております。市民病院長富田英一君。岐阜市民病院のさらなる医療環境の整備について4点のご質問にお答えいたします。まず1点目の IMRT の実施状況についてお答えいたします。岐阜市民病院では昨年4月から高精度放射線治療装置が稼働しておりますが、この装置は 0.1 ミリメーター単位で正確に位置合わせをすることができ、正常な細胞を極力傷つけることなく、がん細胞に限局して照射することが可能でございます。またこの装置は IMRT も行うことができるもので、7月までの間にデータ収集や精度管理等を行い、8月から患者さんへの IMRT を開始いたしました。IMRT は1人の患者さんについて約2ヶ月程度の治療期間を必要とするものでございまして、本年2月末時点でIMRT を行った新規患者さんは35人、延べ患者数にして1194人となっております。2点目の PET CT 導入までの手順についてですけれども、議員ご案内のとおり、 PET CT は肺がん、大腸がん、子宮がんなどの早期発見や診断に有用な検査機器でございます。また全身を一度に調べることができるため、早期発見だけでなく進行度の診断、あるいは転移再発の有無を調べるのにも非常に有効と言われております。現在放射線検査や治療を行っている区域の近くにあるリハビリ棟1階への設置を検討しており、今議会におきまして整備にかかる実施設計の予算をお願いしているところでございます。この実施設計完了後、施設改修工事の等に必要な事業費が明らかになりましたら、改めて所要の事業費を予算化し、早期導入を目指したいと考えております。3点目の緩和医療の現状についてお答えいたします。当院では平成16年度から院内の医師、看護師、薬剤師など他職種からなる緩和ケアチームを編成し、緩和医療の充実を図ってきたところでございます。近年では緩和医療は
がんと診断されたときから開始されるべきものと考えられるようになってきたことおりますので、当院におきましても、良質で高度な緩和ケアの実践を目的として、平成25年4月から緩和ケアセンターを設置し、患者さんやそのご家族に緩和ケアの実践、推進を図ってきております。当院では、緩和ケアセンターの身体症状緩和医、精神症状緩和医や、認定薬剤師、認定看護師をはじめ、専門性の高い医療スタッフが、患者さんやそのご家族に緩和ケアを実施しております。特に、精神ケアにつきましては、精神腫瘍学、これはがんの患者さんの精神的なものをケアするものでございますけれども、精神腫瘍学を専門に学んだ医師が、がんの悩みや不安などについて丁寧にお伺いすることによって、大半は面談のみで症状が経過しております。今後も地域がん診療連携拠点病院としての役割を果たすとともに、総合的な緩和医療のさらなる充実に向けて、引き続き努力してまいりたいと考えております。4点目の小児がんの医療連携についてのご質問でございますが、議員ご案内のとおり、市民病院は平成19年に再帯血での移植、平成21年には骨髄血での移植が可能な県内初の施設となり、平成22年には小児がん診療を専門とする小児血液疾患センターを開設いたしました。疾患によっては、小児がん中央機関である国立生育医療研究センターや、小児がん拠点病院などと連携し、小児がんの治療に努めております。特に小児白血病におきましては、県内では当院と大学病院が、日本小児白血病リンパ腫研究グループに所属し、治療のための連携や研究を行っております。また当院は県内唯一の小児血液がん専門医研修施設であり、小児血液疾患や小児がんを専門に診療する医師の育成も行っております。今後も他の医療機関や専門組織と連携を強化し、市民病院における小児がん治療の充実に努めてまいる所存でございます。以上でございます。19番、辻則子君。それぞれご丁寧なご答弁ありがとうございました。若干、要望だけさせていただきます。食育推進事業についてでありますけれども、平成17年に基本法が施行されてから10年、私は小浜市に2回視察に行かせていただいて、23年には岐阜市に中田典子さん、食育政策専門員ですね、小浜市の、招いて研修をして学ばせていただきました。料理は脳の発達と深い関係があると言われます。人間は脳全体の 30% が発達した状態で生まれてくるそうです。脳の発達は6歳頃までに全体の 90% に及び、10代で完了するそうですが、6歳頃までの脳の発達においては、五感 体験を通したもののみが記憶されると言われます。このことから、キッズトントン教室の拡大、お願いいたします。また、さらに各世代の皆さんが興味を持って取り組みやすい、食育の、事業展開を、食育推進計画の下で創意工夫されますように要望をいたします。次に鷺山地区の住居表示についてでありますが、この件につきましては私ども市議会公明党の OB の乾直美さんが現職の頃から何度となく取り組まれていた経緯があります。これまでの縦割りの弊害の解消に向け、どうぞ、取り組みよろしくお願いいたします。それから、新オレンジプランに基づく認知症対策についての認知症初期集中支援チームについてでありますが、独居の高齢者の方が認知症を発症していたとしても、その方が認知症であるか否かは、表面の関わりだけではなかなかわからない場合も多くあると思います。
初動の関わり方が今後の課題となるかもしれません。地域包括支援センターともよく連携を取っていただいて、認知症初期集中支援チームの取り組みによって、高齢者の方々が安心して生活を営むことができるようお願いをいたします。また、認知症カフェがの取り組み要望とともに、昨年6月に質問させていただいている認知症セルフチェックシステム、これって認知症の早期導入を要望しておきます。よろしくお願いいたします。それから防災対策についてでありますが、土砂災害、水害など起きやすい災害が地域ごとに違います。ハザードマップとともに配布される防災読本では、各地域ごとの災害種別やその対策が分かりやすい防災読本の作成を要望いたします。また、防災行政無線の内容を確認できる無料通話の電話番号を防災読本に記入していただくとともに、折に触れ、岐阜市のホームページだけではなくて、広報岐阜等でも啓発していただけますよう、無料通話の番号を啓発していただけますよう、よろしくお願いをいたします。最後に市民病院のさらなる医療環境の整備についてでありますけれども、県内唯一の小児血液がん専門医研修施設であり、小児がんを専門的に診療できる国にとっても非常に、希少な医療機関といえます。さらなる鋭意努力を要望いたします。また本市の医療の最後の砦として、これからも高度医療のための施設整備をお願いをいたします。以上で私の質問を終わります。ありがとうございました。お別れします。本日の会議はこの程度にとどめ、宴会したいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本日はこれで宴会することに決しました。本日はこれで宴会します。なお、明日の本会議は午前10時から開きますので、定刻までにお集まりを願います。